どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ちょっと細かい話まとめてね、紹介ねやっていきたいななんていうふうに思います。ということで早速ね、内容いきましょう。まずですね、大和証券が運営するコネクトですね、口座開設あとログインで最大8000円分、またね、こちら家族に紹介できる方はですね、1人目ね、1万ポイントがもらえるキャンペーンがやっておりまして、で、2人目以降はですね、まあ5000ポイントにも下がってしまうんですけども、まあこちらね、ご夫婦とかでできる方はですね、めちゃくちゃお得なキャンペーンになっておりまして、まずね、この8000分の内訳なんですけども、まずね、ポイントサイトハピタス経由で、これ大和証券がね、運営するコネクトの口座開設とログインね、していただきます。これで4000ポイントですね。で、ポンタ連携していただいて1000ポイント。投資家デビュープログラムで2500ポイント。で、紹介コード入力で500ポイントということで、こちらでね、合計8000ポイントをね、獲得することができます。紹介コードね、概要欄に載せておきますんで、利用されたい方はね、そちらからチェックしていただければなと思うんですけども、こちらでこれから発行する方は、8000分のポイントをね、合計もらいます。で、ここからね、紹介1人目に関しては、1万ポイントをね、もらえるっていう風になりますんで、こちらね、合計1万8000ポイント紹介できる方はね、もらえるっていう風になりまして、紹介された側はですね、8000ポイントもらえるっていう風になりますんで、これはね、かなりお得なキャンペーンになっておりますし、またね、このポンタポイントのね、連携で1000ポイント、こちらはポンタポイントっていう風になりますんで、ジャル前にね、交換することもできますし、この1人目1万ポイントもポンタポイント、またね、2人目以降5000ポイントで下がるんですけども、まあ、こちらも全部ポンタポイントでもらえるっていう風になりますんで、ポンタポイントはね、ジャルマイルに交換することができるっていう風になりますんで、まあ、ご家族の方ね、まあ、たくさんいらっしゃればですね、こちらね、かなりポイント取れると思いますので、ぜひこちらね、チェックしていただければなと思います。注意点としては、この大和証券ネクストのね、ポンタポイントの連携、これだけね、マイメニューからできるようになっておりますんで、ここだけね、忘れずに、エントリー等は必要ないんですけども、ポンタと連携しておかなきゃいけないんでね、この点は覚えておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、先日ね、ドンキホーテのね、解説出させていただきましたけども、残念ながらですね、 20% 還元キャンペーンは中止がね、発表されてしまいまして、まあ一悶着ねあったわけなんですけども、なんとね、このドンキのね、超感謝祭キャンペーンなんですけども、今ね、ポイント数ねちょっと下がりましたけども、再開しておりまして、またね、マジカ残高、チャージしたマジカ残高でポサカードもね、今も購入することができるっていう風になりますんで、6月21日までだったかな、チャージした方に関しては20% ね、還元対象になっていると思いますので、ぜひね、ポーサカードね、また購入することができるようになっておりますんで、こちらね、参戦してチャージだけしてポサカード買えなかったっていう方はですね、ぜひね、ドンキホーテ行ってポサカードね、購入していただければなと思います。もしね、ない方はモバイルポサね、動画で出しましたんで、あちらね、今もう非公開にしてるんですけども、またね、公開に戻しておきますんで、やり方はね、そちらを見て、やっていただければななんていうふうに思います。まさかね、ドンキがね、再開すると思ってなかったんで、まあ、非常にびっくりだったわけなんですけども、まあ、ひとまずね、再開して、購入ねできるようになっておりますんで、チャージされた方はですね、忘れずに利用してください。で、次にね、メルカリのビットコインキャンペーンですね。こちらね、先日の生放送とかでもね、言ったんですけども、メルカリね、もう皆さんね、やられてる方がほとんどだと思うんですよね。こちらね、既存の方もですね、こちらね、紹介コードを入れていただくと600円分のビットコインがもらえるんですよね。で、ビットコインいらないっていう方はもちろんいらっしゃると思うんですけども、こちらね、ビットコインもらうじゃないですか。で、このビットコインね、売却することができますんで、まあ大体500円とかね、550円とか、まあちょっとレートはね、その時期によるんですけども、売却することができますので、すればね、普通の残高になりますんで、これね、紹介コードを入れると、ただ500円ぐらいもらえるキャンペーンっていう風になりますんで、紹介コードね、概要欄に載せておきますんで、こちらね、忘れずに利用していただければなと思います。メルカリ自体ね、やったことない方はね、2000分ね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、どちらにしてもですね、既存の方もこちらもらえるっていう風になりますんで、こちらね、忘れずに利用ね、していただければな、なんていう風に思います。で、利用方法なんですけども、支払いの画面から、ビットコイン最大2000円というのがありますよね。こちらをクリックしていただいて、下の方にね、行っていただくと、登録でもらえるっていうのがあると思うんですよね。こちらに紹介コードね、入れていただくとですね、600円分のね、ビットコインがもらえます。でね、この2000円分のビットコインのところに、300円分のビットコインもらえますっていうバナーが出てる人がいるんですよね。これね、そこでもらっちゃうと、紹介コード入れる600円分のビットコインもらえなくなってしまいますんで、
その300円の方はね、絶対クリックしないようにしていただいて、次のページのね、この登録でもらえるの方を押していただいて、紹介コードを入れていただくとね、600円分取れるっていう風になりますんで、まあメルカリね、使ってる方はわかると思いますけども、このもらう残高っていうのはですね、まあもちろんメルカリでも使えますし、Apple Pay とかもね、使うことができるっていう風になりますんで、普通にそのままスイカとかにチャージしてね、利用することもできますし、コンビニでね、コード決済、ID 決済利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ取りこぼしないようにね、していただければなと思います。で、次にですね、PayPay クレジットカードの新規登録及び利用停止の見直しということで、ちょっと前にですね、こちら動画のね、一部で話したと思うんですけれども、8月1日からですね、このPayPayっていうのは他社のクレジットカード、PayPayカード、PayPayゴールドカード以外のクレジットカードね、利用することができなくなりますよっていうね、話をしてたんですよね。で、その開始が8月1日からっていうね、話をしておりましたけども、こちらね、延期が発表されました。で、こちらは導入されるのは2025年の1月ということで、まあ今ね、2023年なんで、1年半ぐらいね、伸びたっていう風になりますんで、こちらもね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。こちらね、プリペとかをね、ペイペイにチャージして残高使ってる方、まあ私もそうですけども、いらっしゃると思うんですよね。これがね、利用することができなくなるのではないかということで、まあ結構ね、残念だったわけなんですけども、無事延期ということで、あと1年半ぐらいはね、今まで通り、まあミクシームとかね、レボリュートとか登録してね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、次にですね、エポスカードを先日ね、こちらの動画で、解約ね、話させていただいたんですけども、この時にですね、コメントでね、教えていただいたんですけども、まだね、年会費無料で誰でも発行することができるクレジットカードで、海外旅行保険自動付帯のクレジットカードね、私ないと思ってたんですけども、まあ、年会費無料で誰でも発行できるカードでね、こちらはですね、コメントで教えていただきました、エキサイトマスターカードっていうね、クレジットカードなんですけども、こちらね、インターネット情報サイト、エキサイトっていうところの提携カードみたいなんですけども、まあこちらのカードですね、年会費無料で自動付帯でね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらお守り代わりね、発行していただくのもね、かなりいいのではないのかなと思います。私もね、今度こちらは発行しておこうかなっていうところですね。まあ正直ね、このポケットカードを発行しているカードね、ここら辺の周りのカードね、いくつか自動付帯でついてるみたいなんですけども、まあ新規発行終了してたりですね、カード作ることができなかったりと、まあこのエキサイトマスターカードもね、今はね、新規発行することができそうなんですけども、まあこれもね、ちょっといつ終了するかわからなそうなので、もしかしたらね、発行して半年とか1年とかでなくなってしまうかもしれませんけども、まあ2023年6月現在ね、年会費無料で、そして誰でも発行することができるクレジットカードで、海外旅行保険ね、自動付帯でついているっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。で、次にですね、FJFG プラチナカード。私もね、ちょっと前までね、持ってたポイントサイトの案件で作ったクレジットカードなんですけども、こちらのクレジットカードね、ちょっと件名はこれに出しておきますけども、こちらね、コンシェルジュが利用することができるんですよね、プラチナカードなんで。で、こちらのコンシェルジュがですね、なんと LINE でね、対応することができるっていうのを発表いたしました。ですので、この LINE でね、コンシェルジュにレストラン利用とか、こういったものをですね、まあ、このコンシェルジュってまあ、そんなも頼むことができるんですけども、まあ、こちらがですね、LINE で利用することができるということで、これはめちゃくちゃ便利ですよね。はい。どのね、コンシェルジュサービスもね、ぜひ導入していただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、これね、MUFG プラチナカードね、LINE でこのコンシェルジュサービス利用することができるというふうになりますんで、ぜひね、覚えておいていただきたいなと思います。こちらのクレジットカードね、マイラーの方ね、結構持ってる方多いんですよね。このカードはですね、プライオリティパスがついてるんですよね、プレステージ会員で。年会費は2万2000円だったと思いますけども、ついてて、で、こちらね、家族カードが1枚無料なんですよ。しかも、この家族カードも、プレステージ会員でね、プライオリティパスついてるっていう風になりますんで、いつも海外旅行をご夫婦で行かれて、いつもラウンジも夫婦で使いますよっていう方はですね、このクレジットカードね、非常におすすめなんですよね。まあ年会費もね、そこまで高くないですし、またね、ご夫婦2人ともプライオリティパスが、プレステージ会員でね、利用することができるっていう風になりますんで、まあこういった感じでね、非常に人気のカードなわけなんですけども、
これはね、本当にいいですよね。この案内自体はですね、プラチナ専用ウェブサービスからね、ログインしていただくとですね、案内受けられるようになっているみたいなので、保有されている方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次にですね、こちらですね。はい、ちょっと国際ブランドまで隠れちゃうかな。ちょっと国際ブランド、ちょっと微妙な感じになりますけども。こちらもね、対象ということで、JCB のタッチ決済 10% キャッシュバックキャンペーンがですね、行われております。私のね、ANA-JCB 一般カードも対象っていう風になりますんで、まあ、ゴールドとかプラチナとかね、持ってる方もメールね、来ていると思います。ぜひね、チェックしていただければなと思うんですけども、こちらでね、JCB のタッチ決済を利用していただくと、10% 還元ということで、期間がね、6月の16日から7月の15日、特典 10% 還元ということで、上限は1000円分ということで、対象利用金額は1枚までの利用っていう風になります。こちらね、エントリー必須、概要欄に載せておきますね。エントリー必須、またね、 MyJCB にログインする必要があるっていう風になりますんで、こちらね、注意してください。で、こちらログインしないとね、還元は受けられないっていう風になります。で、対象の決済先はですね、残念ながら決まっておりまして、キャンペーン対象のね、決済先こちらになっております。セブンイレブンとかローソン、ミニストップ、ベルクとかね、マルエツ、スシローとかね、あとね、交通系がね、いくつかありますけども、まあ、ここら辺でね、JCB のタッチ決済を利用していただくと、対象っていう風になりますんで、こちらね、エディとかもね、ついているんですけども、タッチ決済ね、キャンペーン対象ということで、普通にね、クレジットカード利用だったり、エディ決済とかしてもね、こちらキャンペーン対象になりませんので、タッチ決済になりますんでね、会計ではクレジットカードって言って、勝手に端末にかざす。まあ、これでね、行った方がスムーズにね、決済できると思いますんで、この点はね、覚えておいてください。それでは次にですね、サーチャージですね。こちらね、8月発券分からですね、燃油サーチャージ下がります。まずね、JALですね、こちら6月1日から4月31日分、今のと8月1日から9月30日の発券分ですね。だいたい一番下のね、日本から北米の、ね、路線見ていただければわかると思うんですけども、今ね 33,400円、こちら1人分にねサーチャージかかってくるわけなんですけども、こちらが8月1日以降発券分に関しては28,800円っていう風になります。まあこれでもね、5000円ぐらいは下がりましたけども、まだまだ高いですね。往復するとまあかなりの額になってきてしまいますので、まだねちょっと高いですよね。ハワイとかもですね、片道 18,400円ということで、まあ大体2万円なんでね、はい、往復で、まあ、4万円近くね請求されてしまいますよね。それでは次に ANA ですね。6月1日から7月31日と8月1日から9月30日分までですね。ANA に関しては、北米路線だと今まで2万9000円だったものが、8月1日以降は2万5000円になる感じですね。まあ JAL よりかね、少し安いですね。東京北米往復して5万円っていう感じですね。まあそれでも十分高いですけどね。はい、ハワイだと往復で3万2000円ですね。まあ全体的にね、JAL よりかは少しはね、安くなっておりますけども、まあ全体的に見てね、まだサーチャージはね、結構高いですので、まあ北米とかね、行っちゃうとね、彼の額請求されるっていう風になりますんで、まだね、ちょっとね、ANA マイルで ANA、JAL マイルで JAL、ちょっとまだね、発見しづらいなっていうところなんですけども、まあ徐々にね、下がってきておりますんで、ちょっとね、まだ今ね、円安がまた進んできてしまってるんで、まあ次はもしかしたら上がってしまうかもしれないですね。はい、こういった感じになります。ということで、今回ですね、ちょっと細かい話ということでまとめてね、紹介させていただいたわけなんですけども、まあ個人的にね、一番びっくりだったのはやはり FGFG プラチナカードのコンシェルジュが、LINE で対応してくれるっていうのはね、非常に便利ですよね。まあこのね、プラチナカードね、私、まあセゾアメックスブラジルビジネスとかね、結構おすすめさせていただいておりますけども、このね、プラチナカードっていうのはね、1枚ね、持っておくとね、まあこのコンシェルジュがね、やっぱりね、1枚あると非常に便利なんですよね。やはり誰かと会って食事する、店探さなきゃいけないってなった時に、まあこれがあるとですね、都内とかね、もうどこに何があるかね、私は全然わかんないので、もういつもね、コンシェルジュにお願いしちゃうんですけども、まあこういった時にですね、LINE で頼めるっていうのはね、本当に便利ですよね。ぜひね、いろんな会社のコンシェルジュね、ぜひ LINE ね、導入していただきたいな、なんていうふうに思いますよね。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。